やっとエンダーパールが出た。あ、エンダーパール出たのか。やっと出ましたよ。前回どんだけ出なかったんだ。あとどれくらいで目標値に届くの。今手持ちには5個あるから。あと拠点のチェストに何個あるかだよね。いやあ、さっきの夜は収穫が思ったよりだったな。おそらくマリサの普段の行いが悪いからだよ。そんなに悪いことしていたか私。あ、拠点の村人がハート出している。ということは増殖モードみたいなものにしっかり入っているんだね。拠点のエンダーパール確認したら3個だった。だから合わせて計8個ですかね。ってことはあと4個集めれば OK ってことか。でも要塞見つけるまでに何個か犠牲になるかもしれないから、少し多めに確保しておきたいところ。15個くらいあれば安心できそうだね。それだけあれば確実に足りる。あれ？村人に子供ができてる。マジで？これはめでたいことですよ。おお、じゃあベッドを増やす方法は間違っていなかったんだな。じゃあベッドもどんどん増やしていった方がいいね。せっかく羊も拠点にいるんだし、定期的に羊毛を切り取らないとな。羊の数も増やしてもいいかもね。ああ、この昼の時間が暇なんですよ。釣りしましょうか。前回パートとほぼ変わらない絵面になりそう。倉庫で村人たちが抱き合ってるよ。私の作った倉庫であんなことやそんなことをしているのか。あ、しかも生まれるタイミングを目撃してしまった。スムーズに村人が増えていくね。この人たち発するしすぎだよ。あんまり話を変な方向に持っていくといろいろと怖いからその辺までにしておけ。暇だからこの辺に何か作ろうかな。この辺ってどの辺？倉庫の横のスペースだな。この辺のスペースね、倉庫でも拡張したら。それよりも私はオウムの家を作ってあげたい。そういえばずっと外で待機しているよねオウム。さすがにかわいそうだから家を作ってあげたい。いつかの冒険でダークオークの木材も手に入れたしな。アカシアとかもあったよね。そろそろ新しく手に入れた素材を使って違う建物を作るのもいいかもね。村人がちゃんと増えてくれたのでこの辺にベッド増やしておこうかな。安定の野宿スタイルなんだね。いや、別に村人たちの家を作らないと言っているわけじゃないですよ。きっと作る。いずれ作るわず。かなり後回しにされる未来が見えるぞ。オウムの家にしてはかなり大きくない？そんなことないぞ、これくらいが普通じゃないか。せめて隣の倉庫くらいの大きさじゃない？霊夢のパーソナルスペース奪ってでもオウムの家をでかくしたいぜ。いや私のスペース奪わないで。なんなら実況メンバー交代でもいいんじゃないか。オウムとマリサとヨウムのマインクラフトにタイトル変更する。パート25にして首の危機。ベッドの上の秩序が乱れすぎてて草。外のベッドにそもそも秩序があるか問題。じゃあそろそろエンダーマン狩り3回戦ですかね。やるか？この夜で満足のいく量を集めたい。エンダーマンからパールが落ちるかどうかの問題よりも、エンダーマンを見つけられるのか問題があるからな。どういうところにスポーンするんですかね。エンダーマンってよく見るけどスポーン条件あんまりわからないんだよね。でもゾンビやスケルトンと違って最初から敵対しているモブではないから、明るいところとかにもいるイメージがあるけどな。一旦あたりを見渡しているけど何もいませんね。あれ？てかヨウムはどこにいるんだ？道中にあったホラー穴に入ったら結構続いてて迷っちゃった。こら、よくわからないホラー穴に入っちゃダメでしょ。ごめんなさい。何このほのぼのしている会話。オラ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 ー。モブ狩りでモブ狩り。エンダーマンがいないストレスをモブにぶつけている。でもエンチャントも手に入ったらして意外とこれいいですよ。アイテムドロップもついているのでゾンビーフや糸とかもたくさん手に入るし。スケルトントラップはあるから骨はたくさん手に入るが、それ以外の敵ドロップアイテムは意外と集まらないからな。このままだとひたすらにモブしか勝ってた夜になっちゃう。エンダーさん、どこですか？マリサは殴るけど私は殴らないから出ておいでー。いやモブを倒してストレス解消している奴がいるのは無理がある。あ、やっと一人見つけた。次はエンダーパールが落ちるかだね。落ちる？落ちるよきっと。落ちなくても錬金術でマリサが作るから大丈夫。当たり前のように私が錬金術使えると思われてるのなぜ。まずは雑魚どもの掃除じゃー。さっきから悪役のセリフなんだよな。悪役キャラで人気が出る枠を狙っています。今のところすぐやられる敵キャラっぽいが大丈夫か。さあエンダー、私と勝負しなさい。オラ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 ー。エンダーパール落ちたよ。何個だった？1個でした。ドロップ増加の効果全く出なかったな。もう、せっかく見つけたと思ったら1個か。何も出ない時よりかはマシなんじゃない？まあそうなんだけどさ。洞窟から帰還しました。え、ヨウムは本当にどこにいるの？拠点の後ろ側かな。これは、そんな遠くない場所だとは思うよ。エンさんどこだ？何もしないから出てこい。あ、こっちにいる、エンダーマン。え、どこだ？拠点の裏側だったよな。ヨウムのこと見つけた。多分このエンダーマンのことでしょ。そうそう、この草ブロック持っているエンダーマン。いいねー、見つけるペースが速くなってきた。このペースでエンダーパールもたくさん落としなさーい。落ちなかったね。落ちたのはエンダーマンの持っている草ブロックだけだった。なんてこった。やっと調子が上がってきたと思ったのに。まあまあまだ朝まで少し時間があるんだし。うん、なんかあの辺に。あ、エンダーマンいたぞ。マリサはどこだ？
こっちだ、さっきのところから西に進んだ方。見つけた見つけた、そこにいたのね。エンダー。あ、クリーパー、危ない。やばい、思ったより敵が多いぞ、気をつけろ。え、今度は後ろから。やばい、どんどん敵が集まってきてる、私もテモテ。そんなのんきなこと。霊夢しろ。どっちゃー。もう、めちゃくちゃだなおい。ちょっと待ってくださいって。さすがに鉄棒着ていても爆発の至近距離に入ったらやられちゃうんだね。まあ剣は無事だから安心してくれ。エンダーパールは、うん。見る限りドロップしていないな。ほんと。パート25になってクリーパーの爆発の餌食になるとは思わなかったわ。これぞ三流実況者のクオリティ。そろそろ二流くらいに上がってると思ったのに。てぇ、ちょっと待って。どうした？拠点の村人が、村人ゾンビになっている。マジで、じゃあ拠点にゾンビが入ってきたってことか。おい、嘘だろお前ら。嘘だと言ってくれ。大変な思いをして村から連れてきたのに。村人も順調に増えていたのに。っていうかそもそも野宿させるなよ村人を。いやー、ほんとそれな。お前がさせたんだろ。うわ、本当だ。悲惨なことになっている。湧き潰しもしっかりやっていたんだけどな。コメント欄でフェンスを2段にした方がいいですよとか結構言われてたけど、やっぱりそうした方が良かったのかな。やっぱ最低でも家は作るべきだったかもな。そうすれば拠点の敷地内に入られてもまだドアでガードができるからな。冗談抜きでそこはちゃんとするべきだった。ひとまずアイテム回収。あれ、思ったより荷物が少ない。あ、お前のアイテムは私がほとんど持っているぞ。やばい、武器も何もない状態でスコップゾンビに襲われている。どうしよう。大丈夫。たまたま拾った斧でなんとか倒せた。もう夜が明けてきたね。明るくなる前に。暗い場所とかは来そうだから松明をしっかり置いておこう。拠点内に怪しい場所とかあった？まあ松明置いてはいるがめちゃくちゃ暗いわけじゃないんだよな。あ、変わり果てた姿になってしまった村人たち。この悲しみの夜を乗り越えることで私たちは強くなっていく。ちょくちょくかっこいい発言狙っているようだが村人がゾンビ化した一番の理由お前だからな。やっぱり足場はいろんなものに使えそうだな。楽々と拠点が全て見渡せる高さまで来れる。そういえば竹を手に入れたけど足場は作っていなかったね。この高く積み上げた足場の一番下を破壊すると、おお、上から足場が降ってきた。回収も楽だし建築に使えるよな。オウムの家を作るときに活用していこう。昨日の夜でエンダーパールが10個になりました。って考えると昨日の収穫は少なかったな。結構な数のエンダーマンには出会ったと思うんだけどね。ドロップ率が悪かったとしか言いようがない。でも10個だから次の夜でエンダーパールが集まりそう。そううまくいかないのがこのマインクラフト。あ、これ忘れずにお前に返しておくな。あ、マリサが持っていてもよかったのに。いや、もう私は出せる気がしないから頼んだぜ。あのマリサが弱気になっている。本当だね。あのマリサが、あのって言われるほど強気に見えるのか私。さあ、この夜を最後にするよ。まずはこのエンダーマンじゃあ。昼間は安定の釣りだったからカットしたぜ。あれ？エンダーマンが消えた。急に現れるんじゃない？気をつけてね。あ、拠点方向に発見、見つけたぞ。お、結構落としたんじゃない？三つ落としている。おお、今まで一番エンダーパールが落ちたんじゃないか。やっとドロップ増加の恩恵を受けている感じがする。急にいっぱいエンダーパールがドロップするようになった。これでトータルで何個だ？もう一体エンダーマン倒して5個になった？ってなると拠点のパールを合わせて15個か。もう十分なのでは？ゲートに使うエンダーパールが12個だから3個予備ができたな。これだったら探す時に使うエンダーアイが壊れても大丈夫だね。じゃあエンダーパール集めは終了か。そうだね。じゃあ私は引き続きオウムの家を作り続けます。もうサブ目的みたいになっているじゃん。ってことは次回はあれか、ついに要塞攻略か。まずはエンダードラゴンを円滑に倒すために要塞攻略と、あとはエンドのゲートの前にネザーゲートを設置して拠点と行き来しやすいようにしよう。ついにエンドラ討伐も近づいてきたんだね。じゃあ手に入れたエンダーパールを全てエンダーアイにします。全てエンダーアイにしていいの？エンドに行けばエンダーマンなんかたくさんいるでしょ。ってことで全てエンダーアイに変えちゃいます。エンダーアイ、エンダーマンの愛？なるほど。エンダーアイってそういうことなのか。いや絶対違うだろ。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。